シャトネマラは、フランス、イルド・フランス地域圏、オードセーヌ圏のコミューン。シャトネマラの一シャトネマラは、パリ南部の郊外コミューンで、ウルポワ地方に属す。フランス国道のゼロ地点である、ノートルダム大聖堂から南西約 11.3km 地点に、ある。コミューンは、エソンヌ圏と境界を接し、イブリーヌ圏にも近い。コミューン内をクーレベールというュドパリジャンが横断している。 クーレベールは、フランス国内に4本ある、サンティアゴでコンポステーラの巡礼炉の一つ、ビア・ポデンスの一部を成している。チャッタネとは、小さな城、または、ローマ駐屯地を意味する、ラテン語のキャスタラナムから派生したことが確かである。この記録は1世紀、または2世紀に遡る。ガロローマ時代のものは発見されているが、戦士時代やガリア時代のものは見つかっていない。 かつて語源はキャステイニアであると言われた。しかし栗の栽培はこの地域で相対的に新しく行われたことが知られている。マラブリーとは、ハンセン病患者や貧相な避難所が変形したもので、コミューン内にある多くの斜面や丘陵、15世紀、初等の地主の名が関係する、可能性が高い。1920年以前は、シャトネレバニューと呼ばれていた。シャトーブリアンテイ、 エコール・サントラル・パリ・シャトネ・マラの境界線は、総領に近接する領地を基本として、フランス革命後に設定された。これには9世紀にできた、シャトネの古い町、17世紀にできたオルネー集落、マラブリー高地の3つの区域が含まれた。ガロローマ時代の陶器の破片が、ルテティアに近く緑豊かで日の当たる、この場所での継続した人の定住を証明している。 しかし、シャトネの名前が初めて現れたのは829年だった。サントジュヌ・ヴィエーブ修道院の修道士が、祭壇画にキャステネとムカムエケレジアと刻んだのである。10世紀に教区となった、シャトネは、パリのノートルダム大聖堂教会参事会に属した。教会参事会の領地は、シャトネのみならず、現在の僧や、プレシロバンソンに及んでいた。1266年、 シャトネから解放された民は、累級世の公正な政策に感謝した。王は、濃度性を廃止する代わりに、教会三次会へ、財政援助を行い、1400リーブルを支払ったので、ある。12世紀、シャトネからプレジロバンソンが分離し、13世紀には僧が、分離した。それでもシャトネ教区は広く、18世紀から19世紀には、 貴族やブルジョアの世帯が移り住んできた。ボルテールは1719年からシャトネに滞在し、フランスワルネド・シャトーブリアンは1807年から1816年まで、オルネーダニにある自分の領地で暮らした。20世紀に入ると、シャトネでの農業が衰退し始め、育病業者や地主へと変わった。同時に、パリに近いシャトネは、住宅地の様相が強くなった。 1920年、シャトネ・マラと改名した。1936年、シャトネの古い町の一角に、ビュットイコールルージュ公立公園が設置された。1936年、アントニー主導の下でシャトネは一部の土地を交換した。シャトネは、総公園をアントニーへ譲り、アントニーは北西にある広大な土地をシャトネへ、売却した。1970年代初頭、 シャトネにエコールサントラルパリとパリ第11大学薬学部ビルドフランス社会教育スポーツセンターの校舎が建てられた。その他に国立フェンシング学校、盆栽博物館、フランスハンドオーピング機関がある。ありがとうございます。